だから本当はもっともっと実はこういうポテンシャル、このスピーカーってすごいポテンシャル持ってるんですよ。ダールジールだったらアメリカの名声から比べればですよ、日本でのあのネームバリューもっともっと実は上がってもいい、ただ安くないのでね、ポピュラリティということになるとそうはいかないかもしれませんが、ハイエンドオーディオの世界では、ピュアオーディオの世界ではやっぱり忘れちゃいけないあのブランドなんです。ダールジールというのは新しいですよ、新興メーカーの一つですけどね。それだけにあの過去 の, あの遺産といいますかね、しがらみというかそういうのにあの絡まないで、新しい設計、あるいはデバイスなど使う、そういったところですから、まあ、新しいだけに、まあ、年配はありませんけれど、しかしこれからもっともっと我々はこれを評価しないといけないんじゃないかと思います。今日はその意味では、まあ、国内ではもう一つこう知名度が足りないけれど、実際は実はこれだほどのポテンシャルを持っているんだということがお目に達していただければ、私の、まあ、狙いといいますかね、意味は話している意味はあったのかもしれません、10分間ほど短縮しましたけど、ギャラは同じにしてください、というわけで今日はご清聴ありがとうございました。